医療課長時の帰ってきた無謀な企て第134回ガシャ医療課長時です。はい、2メートル先に立花でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、先週に引き続きね、こちらでやらせていただいておりますけども、まあそうですね、あのね道端アンジェリカさんがね、はい、ヌードになられましてね、はい、週刊大衆とかに載ってたんですけどね、はい、あんまり正直に道端アンジェリカさんは私そんなに好きな方じゃなかったんですけどね、はい、ちょっとだけ好きになりましたねやっぱりそういう活動がいいと思いますね。これは本当にいやらしい意味じゃなく、いやらしい意味じゃなくて、そういう活動をしてあげた方がいいと思いますね。そうですね、本当に男性のためだと思います、はいはい、というかファンのためだと思いますね、はい、というかファンじゃない人が食いつく、すごく食いついてるような気がすると思います。そのやっぱなんかおしゃれな感じで、ちょっとわかんないけど、女性向けにおしゃれな感じで、はい、ターゲットを絞ってたんでしょ、活動今まで。わかんないんだけど、はいはい、でももう名前の感じからしてね、なんかちょっと道端アンジェリカっていう名前がもうちょっとなんかね、こう欲情させるものがあるんですね男性を。そうです、道端アンジェリカ。アンジェリカっていうことで、なんかもうちょっと卑猥な感じするんですよ、やっぱりなんかもう道端ですからね。もうなんかせめて部屋に入ろうって話でしょ。わかんないですけども。だから、なんかやっぱりね、ちょっと褐色の肌でね。まあそうですね。当たり前ですけど、足も長いしさ。スタイルはね。もうこのラインなんか最高なんですけど、それをなんかちょっとおしゃれな感じでさ、インスタなんかでさ、ちょっと男性、女性向けに見せてくる、なんかあるじゃない、そういうね。こんなボディになりたいんですみたいなね。なんかさ、このパーソナルトレーニングじゃないけどさ、はいはいはい、こんな感じでいつもトレーニングしてますみたいな、はい、こうスパッツみたいな入ってここね、こうなんかおへそなんかを出してても、はい、ちょっとセクシーさが足りないわけですよ。なんかそういう感じで出されちゃうと、やっぱ週刊大衆に出なきゃダメなんですよ。朝日芸能とか週刊実話とか、やっぱそうなると急にね、こんな今コロナでね、どうこうで日本が世界で大変だってことに。で時なのにね、パワハラだセクハラだっていうことでね、世の中がもうね厳しい時代に、もう週刊大衆さん見出し見たらね、いやらしいことしか書いてないんですよ。もう女子アナアイドルね、女優ね、女性アスリート、すべてエロすぎるっていう観点で書いてらっしゃるんですよ。まあそんな雑誌に私定期的にコメントの方も出させていただいてますけども、テレビ美女は評論家というか、ね、たまにあの大学時代のね、サークルの後輩から井戸岡さん見てますよって連絡が来る時があるんですけど、見てんじゃねえよ。だから男性しか見てないです。それもおじさんしか見てないです。はいはいはい、もう細かく言うと48歳以上の人しか見てないです。30代も見てないです、ほとんど。いや、たまに私見ますけどね、ちらっとこんですけど。そうだけど、もう本当に、もうね、なんか奥さんが、普通の奥さんが、なんかちょっとヌードになりましたみたいな、荒木さんとかね、撮ってもらったりしたら、もうね、正直もう、ライズアップ前というか、ライズアップだってさすがに、ライズアップの CM 決まったってことで、その、ビフォーアフターでビフォーもちょっと気使ってるんだけど、そのビフォーのさらにビフォーみたいなね。そうですね、もう一般人のビフォーの前のビフォーだから、ビフォーのビフォーもうビフォービフォーはさ、もうひどいんだよ。まあまあ、だけど私まだ枯れてないのよってことでさもうね、呪言的な感じで捉えてるわけですよ、そのね。そうですね、いいねいいねって褒めながら、はいはいはい、いやもうそれがね、本当にね、ちゃんとだから、あれがまだ、あれだな、ちゃんと、はい、スポーツ新聞の下にね、広告が出てるうちは日本も大丈夫だなと私は思います。まだ広告が出てるんですよ、ね、あれも、いや、ちょっといかがなものかっていうさ、はい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 、だってもうね、トップ女優さんとかが、ね、全然そんなことないのに、もう、ね、そういう、もう、すべて、簡単に言うと、すべて、淫乱だっていうスタンスで記事が出来上がってるんですよ。そうですね、全て、はい、その世に出てる女性が、まあ、メディアにね、メディアというかその有名人というかそういった全て淫乱だって、逆に嘘つけって話じゃないですか。そうですね、こっちの妄想としては分かるんだけど、さすがに全部ってことはないでしょ、はいはい、ね、そうですね、何人かいるだけでいいはずなのに、もうかなり全員がね、淫乱だってスタンスで雑誌作り、おやつ雑誌ってのは行われてるんですよ。あの文化だけはね、本当に女性に見つからないでほしいね。
ほとんど読むこともないし、おしゃれな美容室にも置いてないと思うんですよ。あ、まあないですね。まあ、ね、なんか汚くてうまいラーメン屋とかに置いてあるかもしれません、カウンターだけのね。そうですね。まあ、昔ながらの散髪屋とかね。昔ながらあるかもしれませんけどね。本当にでうちの、ね、息子なんかにももちろん読ませたくないですよ。その週刊大衆も読ませたくないし、週刊大衆でコメントするような男になってほしくないですよ。そこまでは言わなくていいんですよ、私は。そこまでは言わなくていいんじゃないですか。二橋さん、めちゃめちゃお世話になってます、本当に。ちなみに二橋さん、クレヨンしんちゃんも働いてますからね。はいはい、出してますから、幅広くやっておりますから、はいはい、そうですね。ね、みたいなところもありますけど、いや、だからね、本当にね、思いますね。いや、その中ね、あれですよ、はい、本当にいろんな、あれか、吉村都知事がね、あと、はい、府知事か、府知事、はい、もうイソジンの話しちゃうもんだからさ、そうですね、もううがいがないんだよ、うがい薬、はい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 、もうあの歯科協会からなんか抗議が来たとか言ってね、そうみたいですね。でもああいう、そうだな、ああいうなんか歯医者とかさ、こうね、ああいうとこむちゃむちゃ困るんじゃない、マジで。困ってると思います。はい、ね、はい、でもなんかもうでもイソジンってのもね、ちょっとなんかエッチな時に大体言うようなね、キーワード我々ね、うん、いや、まあ、そうですね、はい、そうですね、どうしてもそういうイメージがちょっとこうつきまとってしまいますね。ある意味だから平和なイソジンのね、使い方だったな、昔はね。そうですね、はいはい、あの頃はイソジンなんて言ったら、ちょっとイソジン臭いなお前は、なんて言ったらちょっとニヤッとしてねそう、くだらないこと言い合ってたわけでしょ。まあそういう時代もね。今もう我先よとファミリーがイソジンを、ね、求めるわけですよ。はいはいはい、だからいや、うち俺はね、割とあのもう常日頃からうがい好きだ、はいはいはい、好きとか買ってたから、はいはいはい、あのちょっと前にあったけど、でもちょっと怖いもんね。もういや、それがなくなっちゃったら、はいはいはい、まあマスクとかね、あとこの、消毒液なんかも一時じゃないけど、今もむちゃくちゃあるでしょ。今はありますね。はい、今はむちゃくちゃあるもんね。はい、そう、まあだから。あのあれで今ちょうどさ、なんでかって歯医者通ってるからさ。あ、そうですか。はいはいはい、いや通ってるのよ、もうこの奥歯の詰め物がさ、まあ、2週間ぐらい前にこうおにぎり食べてたやつでガリッて言ってさ、もう本当にバリッて言ってさ、はい、バリッて言った瞬間にさ、もうなんか奥歯が俺砕けたかと思ったのよ、はい、ね、はいはい、おにぎりで、おにぎりをバーって出してさ、しょうがないから、もう、はい、もうで、詰め物も取れててさ、はい、したらもう、その瞬間に、取れた瞬間にさ、もう地獄の蓋が開いたみたいな感じでさ、はい、もう、あの、痛みが、あ、そうですか、はいはいはい、もう、ずっと、いや、最近別に歯が痛くなったことないでしょ。最近、まあ、あの、何ヶ月か前に親知らず抜いたんで、その時はちょっともう2、3日痛かったんですけど、いや、もう俺、子供の頃以来ね、その歯が詰め物を取ることあっても神経抜いてあるからさ、はいはいはい、もう別に痛みとかはなかった。その奥歯のやつは残ってたのか、まあ、虫歯になったのかもしれないけどさ、はい、とにかくもう虫歯って本当に痛いな虫歯で、なんであの虫歯を絵にした時の虫歯はなんかこういうの持っててさ、悪魔みたいなさ、こういうなんかこうあの絵なんだろうな。そうですね、なんかズキズキみたいな、ね、ズキズキみたいなさ、なんかあとそのズキズキしますか、シクシクしますか、これ痛いですかって、痛いですかってさ、こう聞かれた時にさ、はぁってさ、このなんか芯がはぁみたいなじゃない、あの状態でさ、どうやって答えろって言うんだよな。その、はいはいはい、なんか痛かったら手挙げてくださいとかさ、はいはいはい、痛かったら言ったけどさ、いつ頃から痛いですか、いつ頃から痛いですかってさ、いつ頃から痛いですかっていうのなんか、いや、言えないでしょってやられてんだから。そうですね。なんか、あれ、はい、ちょっとで、なんかさ、目隠しされてさ、目隠しされてさ、そうですね、はい、で、こんな恥ずかしいとこ見られてさ、あっちはなんかね、で、あれだよ、なんか男と女がセットになってさ、こっち攻め立てるじゃん、なんかさ。まあ、攻め立てるというか治療をねしていただいて、なんかもしかしたらすごいエロいやることしてるかもしれないけど、見てないうちにさ、見てないうちになんか右この治療を俺を右手しながら左手ではさ、この実はなんかこう付き合ってるというかさ、なんか不倫かなんかしててさ、お尻かなっててるかもしれないで、俺がちょっと興奮するななんて言って、こうもうそのちょっとしたさ盛り上げるそのエッセンスとして使われてるかもしれない、こっちが見えないのいいかも。週刊大衆の記事みたいな話だったと。そういうさ、いやいや、そんなのないですよ、そういうことはないんですよ。
なんかマスク、いやもうみんな今さマスクする時代になっちゃったからさ、はい、あれなんだけどさ、マスクしたらちょっとなんか綺麗に見えるとこあるよね、やっぱりな、綺麗というか、なんか可愛いな、可愛いんじゃないかって女性思えるとこあるから、はい、マスク美人ってあるよね。あ、だから歯医者の勤めてる人なんかさ、はい、まあ、女性もそうだけどさ、もうあれ腹立つだろうな、もうだって仕事でさずっとさ、はい、マスクしててさ、はい、ね、はい、あの家帰ったら、あ、家とかずっとずっとマスク、まあそうですね、もうほぼほぼずっとしてますよね。そうそうそう、いやだから本当にね、なんかどうやってあの伝えればいいかが分からないのと、あとさ、なんかもう撮れたのがね、もう日曜日とか祝日だったんでね、はい、もういつもの行きつけのね、はい、あの歯医者がもう休みだったのよ、はいはい、けどもう耐えられなくて、もうもう 痛くて全然あの耐えられない状態なのにさ、この人、はい、特にこの、そのなんだろう、歯がさ、この詰め物が取れる3日ぐらい前からね、クリームソーダにハマってんのよ、俺これが近年にないクリームソーダブーム到来なんですよ。あ、そうですか。もう本当に、1日2回食べましたから2回おかわりしましたからね。ちょっとお腹冷えちゃいませんか、大丈夫ですか。クリームソーダ、コーラフロートとメロンソーダの組み合わせで2つ、はい、2種類で、まあ、美味しいですね。もともとそんな別に特に好きでもないのよ、はい、ね、そのジャンボチョコモナカほどハマってたわけじゃないのよ、ね、そこまでの、はい、じゃないとなかったんだけど、なんかそのクリームソーダにこうで、クリームソーダってよく考えたら家で作れるじゃん。はいはい、そうです。家で作れるっていうかさ、はい、あのサイダーとかさ、はい、炭酸水をさ、はい、微炭酸とかさ、あってさ、でスーパーカップ、はい、あそこにね、もう買ってきてさ、はい、でまたあのなんかクリームソーダってやたらとなんかあのあれでしょう、あのまあね、その喫茶店とかのやつって氷が多すぎてさ、はい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 、実際の水がもうどんだけ少ないんだって思うじゃん。いや、まあまあまあ入ってますけどね、ちょっと少ないかなっていう。で、俺はもう溶かしたいのよ。あ、丸いの溶かすんじゃなくて、わかりますわかります、もう溶かしたいのよ、はいはいはい、それをするにはもう自分でこれ作るしかないなってことだよ。今までもう一度もなかったの、家でクリームソーダ作ったことは。もう、はいはいはい、10代、20代、30代、40代、一度もなかったの、はい、50代にして初めて気づいたんだよ。あ、家で作れるなと。ね、小4の発想みたいですかってやったら、もうスーパーカップをもう山盛りに入れてさ、ね、混ぜて作ったら、もうちょっと最初に混ぜると、もう泡だけがさ、はいはいはい、もう3分の2ぐらいブワーってなるときある、はい、その泡をこう長いスプーンで一回こそいで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 、まだその甘くないんだ、それは。それを食べてからゆっくりゆっくり入れてグッて飲んだら歯にしみる。歯がイラ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 イ、それでもやめられないかな。あ、それでもクリームソーダ、もう相当ハマってますね。ほんとちょうどそのクリームソーダにハマった時期と、その奥歯の虫歯の G がもうリンクした。本当だから、あの何かでね、やっぱりその、お前クリームソーダばっかり食べちゃダメぞっていうさ、なんかそのストッパーっていうか、お告げ的なね、健康管理的な意味でもね、そのクリームソーダばっかり飲んでダメなんですよ。そうですね。なんだけど、それをもう、いや、そんなもんには俺負けないぞっていうね、ことで、今年の俺は違うぞっていうことで。そこで、まあ、いろんなところも行けませんしね、もうストレスも溜まってるわけでしょ。まあまあそうですね。はい、いやだから本当にね、あの、で今新しいところに行ったからさ、はい、なんかやっぱり多分新しい歯医者なんだろうな、はいはいはい、歯医者自体が、ええ、まあ、椅子なんか待合室のなんか椅子かなんかもなんかおしゃれなデザインなんだよ、はいはいはい、で、まあ、俺のイメージで言うと、まあ、一応レントゲンとか撮ったらさ、なんか白黒のイメージでさ、はいはいはい、まあ、今いろんなとこあると思うんだよ、はいはいはい、写真とか見せるじゃない、ええ、なんだけど今はさ、なんかさ、イルカさんまずじゃあねって言いながらさ、まあ、その時も目隠しされてるからね、俺はもうどんな恥ずかしい目を見てるかわからないんですけど、目隠しされちゃってるさ、絶対で目隠すのはその上になった人の鼻の穴を見られないようにしてるだけだと思うんだけど、絶対な。逆にそうだと思うんだけど、あのもう歯をさ、グッとこんなさ上にグッと持ち上げられて、はいはいはい、歯をギュッて出されてさ、この奥もグッとグッとこう開いて全面開けられた写真を撮られるんだよ。あ、はい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 。でそれをなんか6枚7枚さ、はいはい、こうぶわって目の前に貼ってさ、見せつけられるって、あれ何のプレーなんだろうあの周知プレーはさ、結局目隠しされてる意味ないんだよこれ結局。
く。いや、まあ歯医者さんが、まあ、変なことしてませんよってこう今まずこういう状況。いや、変なことしてるじゃん。人の一番恥ずかしいさ、家族とか恋人とかそういうのも誰にも見せない、裸に見せないよ、ある意味。そうです、この歯の部分で。そうですね、クワってカラーカラーでさ、ドクドクシードしてんだよ、これ、歯茎がちょっとこれ、なんか削れてますねみたいな、ここ言われながらさ、俺、あれも嫌なんだよ、なんか、悪趣味だなと思うのはさ、薬局でさ、水虫の写真をさ、アップに置いてるとかじゃん。まあ、ありますね。でっかい写真をさ、6、7枚さ、水虫なのか、タムシなのかさ、なんかよくちょっとわからないんだけどさ、とにかくさ、その水虫の写真を入り口にさ、まあ大体そういうとこはジーっていう大きなさ、あの看板もあったりするんだけど、旗みたいなね、地に点々でジーみたいな、なんか水虫の写真をドアップにしてさ、外側にさ貼ってるとこあるけど、なんなんだろう、あれもなんであんなもん、あれもうガの内側ぐらい見たくない、ガの内側ぐらい見たくない、あれセミの内側、セミはまでガの内側のあのちょっと違って身の太いとこが、ああもう気持ち悪い、困ってる人が多いから、まあ、張り出してる、ね、いや、もうそれ水虫なんか自分で通って分かってるんだからさ、はい、いい大人でさ、もう行くよ、それで行ったら水虫のありましたら、こそっとじゃあちょっと来てくださいって、奥のどちらかというとさ、奥の方の個室に呼ばれてさ、ちょっとじゃあこちらご覧くださいって言ってさ、なんかこんな資料みたいなのをさ、バインダーなんかに入れられて、どうですか、あなたのやつはこんな感じですかって言ってさ、こそっと見せるのがさ、水虫のそのマナーでしょ、水虫のあれの。あんな入り口にさ、でっかくやったらさ、もう、いや、なんか、あれなんだね、あのメニュー表じゃないんだからさ、あのね、ご飯のさ、あれ、俺の頼んだやつなんだっけって一回見に行くときあるじゃん、なんか、あの、ナポリターのなんか、お蕎麦とお親子丼のセット、はいはい、みたいなさ、一回なんか、あの入り口で決めたんだけどね、なんだっけ、入って忘れる場合って、もう一回、あんな感じでさ、あの右から下のやつですね、僕のタイプあるからさ、行ってる場合じゃないじゃん。誰も多分ずっとさ、外にやってたらさ、この日光が強くなってさ、色褪せてくんだよな。色褪せたらバイトのやつに、ちょっとあそこのお前、あの水虫の写真がさ、ちょっとお前、色、なんか落ちちゃってるぞみたいな、もうちょっと鮮明にしとかないと、お前、客が来ないぞみたいなさ、もっとインパクトのある色、いらないか、ビビットなやつにしとけよ、お前みたいなさ、絶対あるだろう。まあね、ちょっとこう啓発とかね、ちょっとこうやっぱりきちんと好きだって言ったらあれ許せるタイプ、あれ、いや許せるか許せないかと言われたら、まあ、ちょっとまあ、ちょっと嫌は嫌ですけどね。いや嫌だわあれです、まあ、じゃああれガの内側の写真のドアップはってことだと思うまあ見たくないですけど、ガのうわってこうさ、いやちょっと苦手ですね、ガの正宏の写真があったガの様なんか、まあガの正宏の写真だったら俺ホッとするわ、ガの写真の真ん中にガの正宏の蝶野正宏のモノマネでコロナでねかかって紛らしかったってことでおなじみのガノマサイロの内側だったらまだいいや、ガノの内側の写真だったらまだ許すわ、ガノの内側だったらどっちなんだよ、どなんですか、背中なのか内側なのか、お前裸なのかもよくわかんないな、ガノ内側ってのはさ、いや本当にさあれもあるな、いやそういうのもね、はい、ありますし、はいはい、あとはまあ、あれですな、なんか石田純一さんがね、なんかいろんなバッシングをなんか受け出して、ね、はい、コロナ禍が深刻さを増して、はい、遠距離移動した福岡での連夜の飲み会が週刊誌に報じられた石田純一さんがスポンサーとの、はい、ね、懇親会で 100% 仕事だったと、はい、生活の基盤としてイベントや営業は生命線、そこだけはきちんとやらせてもらいます、ね、スポンサーに呼ばれたら必ずそこを参加させてもらいますっていうね、先週言いましたけど芸能人がね好きそうな人っていうのがありましたけど、石田さんはそういうの、そういう方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、そういうお知り合いの方多そうですね。多そうだ、はい、石田純一とだってゴルフしたいもの一緒に、そういう人たちはゴルフ好きだとしたらさ、はいはいはい、そうですね、やっぱり不倫は文化ですかなんてさ、歩きながら聞いたりなんかしてさそうですね、ね、いやそう、いやそうだよな、でそれがまた好きだって言われてるらしいし、そういえばね、前回言ったなんだっけ、はい、相撲部屋の、あ、四季秀部屋のやつもね、石田純一さんが、はい、コロナになったでしょ、はい、さ、おかみさんがさ、はい、あなたたちさ、力士なんだけどさ、靴下を履きなさいって言ってさ、靴下を取り寄せさせたっていう話だったでしょ、あ、さ、サイズも大きくてさ、あとああいうね、
お相撲さんなんかさ、あんな土俵でさ、はい、裸足で仕事してるからさ、はいはいはい、もう冬でも裸足なんだよ。そうですね。で、はいはい、もう足の皮なんかさ、俺なんかも剣道やってた時はさ、すごい硬かったけどさ、はいはい、もう相撲取りのね、足の皮なんかさ、もう硬いからさ、はいはい、もう崩したなんかいらないんだよ。で、もう、なのに、やっぱりね、石田純一のことがあったから、うん、あんたたち、靴下履きなさいって言って、それもだから反発する理由になってるから、結局、なんか、あのね、例の、あの秀部屋の騒動にも石田純一が絡んでるというね、あの間接的に結局絡んできてるんですよ。そうですよ。まあおかみさんがちょっと悪いんですけど、そう、まあそうですね、間接的にちょっとね、石田さんでなんか今女性しかなんかで、なんかある団体から俺は狙われてるみたいななんかコメントもありました、はい、なんか言えないけど怖い、はい、いろんな、まあよく考えたら都知事選にも出そうだったら、そうですね、いや本当出なくてよかったな本当あれな。そうですね、はい、そう小石田純一が、石田純一の知識があんまりないってことはこの前水曜日のダウンタウンで分かりましたけどね。あんまりモノマネ芸人の人がね、あんまりモノマネしてる、そうですね、人への知識がそんなに完璧じゃないっていうのがすごい分かりましたけど、いやこれはだからな、なんかまあ言われやすいからっていうのもあんだろうけどな、そうですね、はい、あとこれがちょっとだけ笑っちゃいましたね、はあ、東京の原宿駅の多目的トイレで、はい、アダルトビデオを大音量で流して、はい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 、通行人の反応を撮影したとして迷惑防止条例違反なので、男性 YouTuber と男性アルバイトを書類送検したと、はい、書によると2人は容疑を認めていると、要するに、ね、はい、アダルト、ビデオ大音響で多目的トイレで流したと、うん、YouTuber は芸能人の不倫報道をヒントにしたっていうね。そしたらどんな反応をするかをやってみたってことで、そうですね、いやすごいね、これあれあの方を参考にされてるってことですか、ね、この、あの渡部さんのね、これすごいですね、あのこれちょっと笑っちゃいましたね。まあやっちゃダメですけどね、やっちゃダメ、いやだからこれが迷惑 YouTuber じゃない、そうですね、で例のさヘズマリューが窃盗で逮捕っていうのがあってさ、はいはい、あのヘズマリューのそのね、あのヘズマリューの本名は何、あれか、原田なんか、原田雅宏容疑者なのか、あ、はいはい、なんだけど、そのところのさ、横にはさ、あのなんか迷惑系 YouTuber とかだったんだ、はいはいはい、でも迷惑系 YouTuber はこれ駅のトイレでさっきね、はい、あの大音量 AV を流したのは迷惑系 YouTuber っていう見出しがついてるわけ、はいはいはい、だけどこっちのヘズマルの方は、はい、なんかちょっとかぶっちゃいけないと思ったんだろうな、はい、あの魚食い YouTuber って書いてあって、別にそれは問題ないじゃないか。なるほどね、紙面の構成上とか、はいはいはい、迷惑系 YouTuber っていうのがちょっとなんかあれなの、はいはいはい、魚食い、だって俺だって魚食い芸人だぞ、お前言ってるけどさ、まあ YouTuber っていうか魚系 YouTuber だな、魚食い、まあまあそうです、ね、魚食い YouTuber はさ何も問題ないじゃん、お寿司食べてたりさ、魚食いだけだったらね、魚食いって何もさ、はいはい、あの問題ないんだけどさ、そうですね、いやこれはすごかったな本当に、でもなんか水曜日のダウンタウンを見てたらさ、なんかすれ違いコントなんかとかやってたじゃない、あの空気階段とかさ、はい、サドブ青春とかさ、はい、あの野瀬爆弾さんのやつはもうすれ違ってもなかったけど、はい、あれはもう普通にネタが見れたってだけでなんかもう伝説的な回だったけど、はい、あれだな、やっぱちょっとなんか、こんなことがあってもさ、うん、ちょっとアンジャッシュっていうものをさ、はい、なんかこうね、皆さん忘れないようにしてるっていうのは、ある意味すごいな、そうですね、ちょっとこうまあフィーチャーしてあげるっていうか、そうそうそう、どっかでやっぱりこれ復帰の流れはなんかできてるような気がする、徳井君もなんか久しぶりに地上波が旅猿に出てるから、旅猿ですね、はい、いや、じゃあもう俺はもうはっきりしとくわ、もう半渡部をな、今な、みんながこういいな、あのみんながこうなんかそういう流れになってたから、改めて半渡部、あれろくなもんじゃないから、あんなやつな、本当に、多分すごいいい顔してうまいことを、対応して、あの売れっ子の皆さんにはものすごいちゃんとした反省も見せるし誠意を見せるようなことすると思うんですけど、根本は何も変わってないですからね、あれだから、この人はどうでもいいと思った人への態度は本当に変わってないと思いますけど、その人たちは力がないんで、あの発言も、ね、が届かないだけで根本は変わらないと思いますよ、本当にあの方だ、ちょっとそういうなんかね、なんかかわいそうだったらちょっとね、うん、あれかなと思ったけど、なんか逆にそういう流れになりそうだから、
矢作さんはね、ラジオで、うん、あの池田さんが、まあ、よく渡部さんと一緒にいるということで、池田さんから聞いた話としては、うん、もう本人は非常に反省して、うん、もう改心してるっていうのを、はい、矢作さんは池田さんから聞いたよと。当たり前やん、そんなもんラジオで伝えてもらうんだから。何を言ってんだよ、当たり前やん、そんなことが計算できない、バカじゃないでしょ、頭いいですよ、あのとこは。え、そんなもん池田が来てるってことは、どっかでこれ聞かれるっていうことを踏まえてるに決まってるじゃない、そんなものさ。何を言ってんだ。いや、それにそうじゃないにしても、その空間なんだから別に部外者いないんだから、ね、昨日置けるね、昨日置けない仲間ね、しかいない、奥さんとかしかいないんだから、そんなもんね、いい風に見せてるに決まってるじゃない。そう、お前には言われたくねえわなんていうやつ一人混ぜてみろよ。俺を混ぜてみろよ、そこに、その空間に混ぜてみろよ。お前には言われたくない、お前みたいな何の力もないやつに、お前、わしがお前に何か迷惑かけたのかみたいなこと言い出すよ、絶対。そんなもんさ、分かってんだから言うかもしれませんね、ちょっと。そうそう、いや、何、ゆずきさん、何か私、僕、迷惑かけました、何か迷惑かけました、逆になんか YouTube で話して、あ、逆にネタになって儲かってるぐらいじゃないですか。逆にあなたに対して、あの、利益を与えてるぐらいじゃないですか。何か困ったこと実際にじゃあ一つありました、はい、じゃあ今のうち、じゃあ10秒で、じゃあ見ていってください、はい、言えませんみたいなこと言いますよ。あの、そういう男ですよ。で、それはちゃんと他のなんかちゃんとした人が言うところでは絶対そういう目は見せませんしね。あ、そういう男です。だから俺はこのね、伝わらないっていうスタンスが好きなんだよ。だからあんたたちは絶対に伝わらないし、また騙されるんだよ。だからあれは大した玉なんだよ、あいつは。はいはい、まあね、あの、その人間としては大した玉なんだよ、やっぱり、うんうん、もうその伊達に佐々木希さんを横に置いてないよ、まあまあまあ、これは、ね、はい、もう、あの、それだけでもう、もう男性のほぼもう上なんだから。そうですね、そんなことないって言いたいけど言い切れないんだから、男性は。いや、佐々木希なんか別にお前いても偉くねえよって言いながらもう泣いちゃうんだよ、みんな。そうですね、別に羨ましくねえよ。羨ましくねえって言い切れないんだから、言い切れないんだから、そんなもの言い切れないんだから。だからやっぱりね、すごい男なんだよ、あの男。ただ、いい人ではない。これだけ言っとこう。ね。で、なんでこんなこと言うかというと、あの、渡部が、渡部スペシャルとして、YouTube で、あの、語った回が、そんなに再生回数が伸びてない。あの、俺の読みだと、あの、2万再生ぐらい伸びる内容言ってんのよ。藤波さんのモノマネよりも行くはずなのに。うん、全然行かない。あ、なんか内容何も言ってないんだよ。何言って、内容言ってんことか、内容もよくわからないんだから、喋ってる内容もよくわからないんだから、ね、なんかあんなこと言ったのに、もうがっかりしてるわけですよ、あ、結局これかと、ね、渡部が我が家の窓をね、謳歌してても、結局なんかちょっと折っても、結局俺のあれは何も響かないってことに関しては一緒なんだろうっていう話でしょ、何にも、渡部が変わろうが、何にも、業界のあれは何も変わらないっていう。あんまりね、再生回数伸びなかったんですよね、あれね。本当ですよ。ね、やっぱりあれだから、なんか渡部を最も知る男が語った真実みたいな、そういうのをつけなきゃいけないんだよ。そういう、ちょっと煽ったよね。それももう、あの、あれあれ、もう事件のもう次の日ぐらいに。そ、まあ、それぐらいしたら確かにね。ね、そしたら、そう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 、そうそう、もう、あの、そうそう、あの、渡部健の弟ですみたいなこと言うね。年上だよ、こっちの前、お前。年上でハゲてんだよ、お前。最低だよ、それ。最低 YouTuber になっちゃうから。最低 YouTuber ね。最低けなし YouTuber になっちゃうから、それ。けなしもね、ダブルミーニングで。けなしのさ、うまいこと言った。もう、みたいなね、ことになっちゃうからさ。うんざりですね、はい、はい、さあ、ということで、まあ、そんな今週はこんな感じでいいんじゃないですか、はい、はいはい、ということでね、何かまあ、おしゃべり検定は毎回、やっておりましてね、まあ、今なかなかね、他のイベントとかライブがなかなかできないような状態にはなっておりますけど、まあ、ちょっとずつね、何かしらをやりたいなとは、模索しながらね、はい、考えておりますんで、はい、まあ、まあ、いろいろ生配信とかね、はい、あの、携帯を新しくしましたんで、はいはい、できたらいいなと思っております、はい、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、はい、3000人がね、
見えてきたということで、はい、私の読みですけどね、健太さんは多分、ね、出ないような気がしますあ、そうですか、分かんないけど、今立場的に出れるのかな、どうなんだろうね、うん、まあ、ちょっと状況も状況ですし、ね、うん、まあまあ、なんか分かんないけど、なんか無理やりなんか、まあ、なんかいいんじゃないですか、なんか電話だけで出るとかね、分かんないけど、はい、はい、そんな感じで、また次回お送りしましょう。はい、医療課長特急と、はい、ハイブリッド橘でした。